全体がね右側が下がってますよね、うん、目尻もそうだし、うん、鼻も口角も今右側がってことですね、うん、右は左に比べてどういう感じですか。右の方ここら辺が膨らんでる。右側が膨らんでる。誰が行きます。そしてもらえちゃう。リコ ほらこれで教えてたの。もう指先でやってるでしょ。みんなそうでしょ。もうほら分かるけど、どこでキャッチしてるから今度やらなくたって指先で分かるでしょ。それあすぐはそんな分かった。上がった。先生顔まつぶしてみて、上がってるって絶対。すごいな。もうちょっと待ってよ。はい。最初はい最初との比較。上がってるね。上がってるね。全部上がってる。こうなったから。全然違うでしょ。全然違う。自分でこうやって。はい。ね。ないでしょ。はい。顎がね尖ってきたもんだ。ね。もういつも見てるからわかるでしょ。はい。わかります。ここがね、うん、気になってたんです。上がってるよ。どういうふうにしたりしてるんですか。あれ曲げたりする。こうしたらゴリ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 やったんですよ。手術して。どういう手術ですか。あのここを開けて削ったんですよ。美容師さんの職業的なものですよね。今やりたい人、じゃあ半分に分けて、はい、左右、次は出たらこの45度、最後は分けていきます。で最後は本当30分ぐらいまで探します。はい、OK、 はい、じゃあこう起き上がって、このくらいありましたね。いいじゃん。っていうことじゃん。できたじゃん。今度これを後ろと後ろに行きます。後ろ。はい。これ限界です。ちょっと痛いです。どういう風にした時？どういう風にして、筋肉痛、身が入ったみたいな感じかな。うん、何やります？はい、よいしょ。じゃあそれで、これくらい。はい。そう、はい、起きて。はい。で、まっすぐ立って、で、指でチェック。あ、スムーズですよ、やっぱり。さっきよりかな。で、この辺でちょっと、突っ張った感じやってみて。スッといきますよ。首の突っ張りがなんかどこだ？見たら、見れば分かりますよね。うん、うん、そう。できるじゃん。じゃあ、座ってみます。ありがとうございます。どうでした？もう、楽しかったです。なんかすごいパワーいただいたので、なんか前向きで、はい、どうでした。明日から頑張ります。よかったです。どうでした。一覧綺麗になったもん。全然変わらないよね。綺麗になったもん。その役に立つことをしたい。求めることに対して答えない。